オルドイニョレンガイは、タンザニア北部にある火山である。レンガイ山とも呼ばれる。東アフリカのグレートリフトバレーの火山系の一部で、東リフトバレーにある。アルーシャの北西 120km に位置し、ケニア国境のナトロンコの南に位置する。2013年現在も活動中の活火山である。地元のマサイ族の言葉で、オルドイニョは、山、レンガイは、神であり、 神の山を意味する。カーボナタイトを噴出する地球上で唯一の活火山であり、特にこの山の溶岩はナトロカーボナタイトと呼ばれ、溶岩の温度は摂氏510度しかない。オルドイニョレンイ火山のカーボナタイト溶岩は1960年にイギリスの地質学者ジョン・バリー・ドーソンが噴火を目撃し、溶岩分析値が報告された。古い休止した。 カーボナタイと火山が近くに数個あり、ホママウンテンもその一つである。世界中のほとんどの溶岩は、計算塩鉱物が豊富なのに対し、オルドイニョレンガイの溶岩は希少なナトリウムとカリウムの炭酸塩鉱物である、ニエレレアイト2とグレゴライト c オ o 酸が豊富である。この異常な蘇生のため、溶岩は比較的低い温度で噴出する。この温度の低さのためマグマは、 他の火山で見られるような赤い輝きを持たず太陽光化で黒色に見える。そして形質溶岩よりも流動性が高い。オルドイニオレンガイによって作られた溶岩のナトリウムとカリウムの炭酸ジオ鉱物は地表では不安定で風化を受けやすくすぐに黒色から灰色になってしまう。その結果世界の他の火山景観とは違ったものになっている。ホルニとは 溶岩が固まった戦闘で、高さ数十メートルの塔が何本かそびえていたが、2007年の噴火で非常に大きな火口が形成され、ホルニトは消滅した。この山の連続噴火の記録は1883年にまで遡り、同様の噴出が1904年から1910年にも記録され、1913年から1915年にも、 再び記録されている。1917年に大噴火が起き、この時の火山灰は約 48km 先まで飛んで堆積した。同様の噴火は1926年の数ヶ月と1940年の7月から12月に起こり、灰は 100km 離れたロリオンドまで及んだ。数回の小噴火が1954年、1955年。 1958年及び1960年代前半に観察されている。最近では1966年8月14日に噴火した。二人の地質学者、J.B. ドーソンと G.C. クラークは、その一週間後にクレーターを訪れ、標高3000フィートまで登り、ナトロン湖に向けて北に吹き流れている黒い灰の太い柱を見たと報告した。 塩水系の噴火口の中央からガスと白灰色の灰とゴミが連続して放出されるのを見たと報告している。この火山活動はケニアとタンザニアで2007年7月12日から毎日起きた地震の原因であった。ナイロビシを襲った最新の地震は2007年7月18日午前8時30分と記録されている。最大の地震は マグニチュード6.0と測定された。地質学者たちは、地震が突然増加したのは、オルドイニョレン街のマグマの動きを示すものと、考えている。2007年9月4日の噴火では、灰と蒸気の雲を少なくとも 18km、風下まで運び、北と西の斜面に、新鮮な溶岩が流れ出た。噴火は、断続的に2008年へと続き、2月末に強さを、 増したように見え、3月5日に大爆発が起こった。4月は4月8日と17日に噴火があった。噴火活動は2008年8月後半まで続いた。9月に頂上を訪れた人は、溶岩放出が新しいクレーターの底にできた2つの噴火口から再開されたものだったことを発見している。ありがとうございます。